はい、それでは次はですね、効果的な説明文の作り方をやっていきます。今ですね、実際このエステサロン、渋谷エステサロンということで、SEO の方、タイトルの方をかけました。これですね。次は説明文の方になります。で、説明文は一番時間がかかるところですね。これすごく1000文字入るんですけども、1000文字いっぱい、基本的には入れていきますということです。で、まず渋谷エステサロンに関して、ここのどういうふうに入れていくのかということなんですけども、まずはこの下にもね、つけておきますけども、はい、この下にですね、こういう SEO 対策の説明文のテンプレートっていうのを、ダウンロードできるようにしておきますので、これをダウンロードして、やっていただきたいなと思います。はい、ではこれをですね、コピーしていきます。まあこのようにですね、じゃこのテンプレートは何なのかというと、まあ、要は一番上に、このキャッチーなね、タイトルをまず持ってくると。で、こういうふうにね、東京都板橋区大山駅と、ここに、説明文にね、キーワードをたくさん入れたいわけなんですよね。なので、できるだけキーワードを入れていくということです。で、全体の説明としては、キーワードのキャッチなタイトルで、普通の通常名称ですね。でその後、この住所、電話番号を、まあ、定休日と。であとはまあブログだったり、ホームページの URL をこの下に入れると。で、この後に、ここにですね、お店の、まあ、紹介ですね、簡単な自己紹介。あとは、その、アピールしたいポイントとかね、そういうのをまあ軽く、まあ、こうね、書いていくと。いうことですね。はい、で、この下にですね、まあ、YouTube の特典っていうのもつけた方がYouTube 見たって予約してくださった方は分かるようになりますので、ぜひ特典がね、つけられるのであれば、ぜひ特典つけてあげてください。で、まあ、あとはその下はね、プレゼントをしますので、見たとお忘れなくということで入れておくと。で、その後に、まあ、東京都板橋区、これまたね、ここでまたこの上で書いたやつを、まあ、もう一回これでサンドイッチしてね、挟むと。で、ご来店をお待ちしておりますというふうに、これをね、2個、入れて、フッターとヘッダー2個入れて、真ん中に、まあ、説明を入れるというのが、まあ、王道なパターンなので、まあ、これは必ずやってくださいということですね。まあ、こんな感じでやっていきます。まあこの辺はね、綺麗に分かりやすいように、概要とか、ちゃんとしてください。はい。で、ここからがですね、本番なんですけども、ではですね、この渋谷エステサロンで上位表示させるにはどうしたらいいのかというところで、まず、この関連キーワードを、この下に入れたいわけですね。この下に関連キーワードということで、関連キーワードを入れていきたいわけです。で、そうしましたら、この関連キーワードっていうのを、まあ、なるべくね、盛り込んでいきたいなと思います。で、どうするかというと、これですね、Googleサジェストと検索していただくと、このGoogle サジェストキーワード一括ダウンロードツールというのが出てきますので、これを渋谷エステサロンというキーワードをこの Google サジェストに入れます。そうすると、渋谷エステサロンにちなんだこの複合キーワードというのが出てくるようになるんですね。そうすると、この渋谷エステサロンに対するさらなる複合キーワードですね。複合キーワードを入力していくことができるということです。なので、この、キーワードをあそこに関連キーワードとして入れてほしいんですね。で、こう見るとですね、このキーワードに関しては、すごく、重複しているので、ここもほとんど重複しているので、個人経営、個人人気、渋谷安い。そうですね。ほとんどこれ重複しているので、ここだけでいいかなという感じですね。で、これ、キーワードによってはめちゃくちゃいっぱいすごいわーって出てくるキーワードもありますので、そのキーワードに関しては、比較的、検索されやすいだろうなというキーワードだけを抜いて、これがですね、だいたいこれ全部で1000文字しか入りませんので、1000文字に収まるような感じで、入れてください。今回これはこんな感じになりますね。はい。で、もう一つですね、やってほしいことがありまして、この関連キーワードプラスアルファで、これ、関連動画っていうのを入れてほしいんですね。で、なぜこれ関連動画っていうのを入れるかというと、関連動画は、自分の説明文に入れたら、他のところに飛ばれちゃうんじゃないかっていう懸念があるかもしれないんですけども、それは実際そうではあるんですけども、Google っていうのは、要は、YouTube と YouTube の間をぐるぐるしてもらえればもらえるほど、Google さんにとっては嬉しいわけなので、ここでですね、同じような関連キーワードを流してあげることによって、自分にもかなりのメリットがあると。確かにね、お客さん取られちゃうんじゃないかと思うかもしれないですけども、取られないようなね、動画を選べばいいので、そこら辺は大丈夫です。では、この関連動画をどういうふうに探していくかって言いますと、これは、この渋谷エステサロンの動画っていうところを押していただくと、動画が出てくるんですね。で、この渋谷のエステサロンさんの他の動画の再生回数が多いもの、または、SEO が上位なものを狙っていきます。この人たちをこうやっていくんですね。で、これで言うと、SEO が一番強いのはここかな。ここですね。2016年1月に上げていて、こっちでは1位。これは2014年で17000回。これは YouTube じゃないので、いらないですね。これはエステサロンですね。はい、で、ここで、非常に重要なのが、その古いから、再生回数が多いっていうのは当たり前なので、なるべく古いわけではないのに再生回数が高いものがいいです。例えば、ここであれば、2010年で87回なんて全然ダメですね。2010年で、これはかなって、でも2年も前なので、これも、1年も経っても184回でかなり微妙だなっていう感じではありますね。もう2012年。2016年。そうですね。この辺であまりいいのは。これもね、実際2009年ですから、まあ、微妙かなというところなので、すべての方をちょっと探してみましょう。はい、ひとまず直近でありませんでしたので、先ほどの動画の方で、いきたいと思います。まあ、これね、上から順番にいきたいと思います。特にそこまでそんなに差はなかったので、無難に上から順番にいこうかな。これ YouTube じゃん。ということで、これの、タイトルと、説明、タイトルと URL を載せていきます。で、これはタイトルですね。まずタイトル。で、次にこれ共有ボタンを押して、ここをコピーですね。では次、ここですね。でこれに関しては、まあ、お店のね、ブランディングとかあると思いますので、お店のブランドとかね、なんかあんまり載せたくない動画とかありましたら、全然載せなくても大丈夫です。そこは、しっかりと、自分のやつに合った動画を選んでください。まあ一応これ、ね、紹介してるみたいな感じになりますので、まあ適度な、お店にしましょう。で、プラスアルファで、あとこれ、実際この関連動画ね、どうしてもいい動画はないし、あんまりライバル、本当に載せたくないっていう方は、実際これ別にやんなくてもいいです。はい、実際この、まあ、関連キーワードが入っている方が全然いいですし、関連動画に関しては、ね、まあ、当然入れた方がいいんですけども、すごく気になるようだったらね、これ無理して入れなくてもいいです。はい、実際この関連キーワードもね、入れる人抵抗ある方もいらっしゃいますので、この下のね、関連キーワード、関連動画の方に関しては、難しそうであれば入れなくてもいいですが、入れた方が現状効果があると。全然違う効果が生まれるということは、分かった上で、設定してください。はい、ということでですね、説明文の方はこんな感じです。まあ、上にですね、テンプレート。これは当然ね、自分流に改造してほしいんですけども、自分流に改造したテンプレートを載せて、で、お店の情報でサンドイッチをした上で、関連キーワードと関連動画を、載せていくと。いうことです。で、これ、まだこれ全然1000文字にいってないと思いますので、関連キーワードをもっといっぱい、1000文字いっぱいいっぱいに、しても、全然 OK ですし、した方がいいです。はい。それでは、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。